こんにちは、カナダ在住のメタスです。米軍大スキャンダル、崩れた文民統制の原則、国家反逆罪なのかということで話をしていきたいと思います。はい、もう昨日からこの話題で持ちきりなんですよね。ワシントンポストが報じたものになるんですが、米軍の中に大スキャンダルがあるんじゃないかっていう話ですね。米軍統合参謀本部議長マーク・ミリーが中国側と秘密裏に電話会談していたんじゃないかっていうことが明らかになりました。で、まあこれに関する報道多分日本語の記事とかでもいろいろ出ていると思いますから、大体みんな、皆さんね、内容分かってるかなっていうふうに思いますから、そこまで、初期の段階の報道には触れませんが、まあ、ざっくり、おさらいだけはしておきたいと思います。まず電話の相手は、中国共産党中央軍事委員会統合参謀部参謀長の李作成ということで、めっちゃ長いですね。じゃあ今から動画を止めて5回皆さん早口で言いましょうって言ったらできますかね。はい。まあ、そんなどうでもいいですね。はい。まあ、この早口言葉さんと電話をしたよっていうことが明らかになったわけなんですが、じゃあ、それ何で明らかになったかって言ったら、200人以上の関係者へのインタビュー、そして資料を元に書かれたと言われている本、ペロっていうんですが、日本語で言うと危機って言えばいいかな。で、言及されて、来週発刊される新しい本で言及されているということなんですね。著作者が一応二人いて、一人がワシントンポストの副編集長って呼べるのかな。で、もう一人が、なんだろう、まあ、ワシントンポストの記者かな。はい、が、今、共同で書いているものになるんですけれども、まあ、その二人の、ね、書いた本で、まあ、言及されたっていうことで、今、話題沸騰っていうことですね。はい。二回の電話がまず問題視されているわけなんですが、2020年の10月30日、大統領選挙4日前ですよね。その時に1回目。で、2021年1月8日、暴動の2日後ですよね。に電話をして、で、特に1回目の電話がもうかなり問題視されていて、マーク・ミリーが、もし米軍が中国を攻撃するようなことがあったら、その前に事前通告するから安心してねっていうことを、実は秘密裏に約束していたっていうことが明らかになってきたんですよね。で、まあ、他にも、あとは核兵器の使い方に関する話であるとか、ペロシ下院議長との話がうんたらかんたらとか、あとは、なんかペンス前副大統領の話がうんたらかんたらとか、いろいろあるんですけれども、まあ、とりあえず一番問題視されているのがおそらくこの電話かなというふうに思います。で、今回出てきた話に関してはもうトランプが一言で済まされるレベルはるかに超えてるんですよね。多分左側の人たちはその一言で片付けようと思うんですが、もうそんなものを、では、済まされないレベルの、まあ、指揮系統無視が明らかになってきたということなんですよね。はい。で、今回個人的にも一番問題なのが、まあ、文民統制っていうものが崩れてしまっていることかなというふうに思います。なんで今日タイトルにもしたんですけれども、まずそこの説明からいきたいと思うんですが、米軍のトップには最高司令官である大統領が君臨してるんですよね。で、その下に、国防総省、今はロイド・オースティン国防長官がトップを務めています。で、そして米軍のトップとして統合参謀本部、参謀本部っていうものがあって、そのトップの議長としてマーク・ミリーがいます。そして、その元に5つの軍ですね。陸、海、空、海兵隊、宇宙軍の5つの軍隊があって、まあ、あと本体ね、本来は軍隊だったらここに沿岸警備隊が入るはずなんですが、それは国土安全保障省の管轄なので今回省きました。はい。まあ、こんな感じの指揮系統になっているわけなんですけれども、最も重要なラインっていうのがここなんですよね。軍人。実力、軍事力を持つ軍人のトップに文民を立たせることによって、軍人の政治介入を防いで、そして暴走させないっていう、いわゆる現代の国のどこでも普通は持っている仕組みなんですよね。一部のその軍事政権が担っているようなところに関してはこういう仕組みはないんですけれども、基本的にはこれが今の現代の国家っていうのは、まあ、基本中の基本みたいな感じ。日本もそうですよね。はい。で、この、文民統制っていうものをもとに、いろんなその軍隊とかが統制されているはずなんですが、今回マーク・ミリーの行ったことって、いわゆる外交の一環なんですよね。で、それってどう考えても本来だったら文民である政治家がやるべき話にもかかわらず、その世界に足突っ込んじゃってるんですよね。まあ、なのでそのあたりも問題なんじゃないかっていうことが今言われています。はい。じゃあ、どのような報道が、その後あったのかっていうことをいろいろ行きたいと思うんですが、まず、初期の報道でね、いろんな問題とか疑問って出てきたと思うんですよ。もう無限大に出てきてると思います。はい。で、まず最初に、後ほど自分でもこの話否定しますけれども、1月8日の暴動後の電話は、まあ、手続き論とか抜きにして考えて、一回目をつむるとしますよ。まあ、5億歩ぐらい譲って、
一応ね、あの時、その、なんか大統領が、気が狂っててうんたらかんたらって、ブルーアノの人たちだいぶ騒いでたじゃないですか。で、あのことがあったので、世界中から見て、大統領がその国の軍のトップに立ってます。で、その人が気狂ってるってなると、軍隊大丈夫っていうような疑問が出てきかねないので、だからまあこの人が1月8日に、我々大丈夫だよっていうふうに電話したのは、まあわからんでもないんですね。やっちゃいけないですけどね。はい。でも、そうだとしても、2020年10月30日に行われたと言われている1回目の電話ってありえないんですよ。というのも、これ、なんでこの電話があったのかって言ったら、中国が米軍侵攻を警戒しているという情報を米軍が得たからっていう話だそうなんですが、これ今かなりあっさり言いましたが、その中国としては、マジでアメリカ来ると。やばいやばいやばいっていう、なんかパニック状態に陥ってるんじゃないかみたいな、そういう疑惑があったらしいんですね。なんでそのペンタゴンとしても、ちょっと中国やばいぞと。なんか勝手に暴発しかねないから、ちょっとガス抜きをしようぜっていうことで、まあこういう行動があったっていう話らしいんですね。ただこれって、その、いわゆる政治の世界で軍事力使っての政治的圧力をかけていたところを台無しにする行動にも見えるわけなんですよね。まあそういうことをさせちゃいけないし、そもそもその軍隊のトップが勝手に自分たちの判断で政治の世界に足踏み入れることダメだよねっていうことで、いろんな憲法の規定であるとか法律の規定があるはずなのに、それを無視した行動だったということで、この10月30日の電話ってちょっとありえないことなんですよね。で、そもそものこと、さっきも言いましたが、マーク・ミリーって、軍隊のトップであって、外交権限持っている人間じゃないはずなんですよね。で、そこで、その疑問を解決する報道が出てきて、マーク・エスパー前国防長官経由でこれ実現したんじゃないかっていう報道が今一斉に出てきてるんですね。で、なるほどなと、10月30日はそういうことだったんだって納得したとしても、まだ納得いかないのが次、1月8日の電話なんですよ。だって、マーク・エスパーは11月に罷免されてるのに、クビになってるんですね。で、じゃあ1月8日の電話誰が音頭取ったのかって言ったら、じゃあその時に、国防長官ついてたのは誰かって言ったら、代行として任についていたのがクリストファー・ミラーなんですよね。ただ、このクリストファー・ミラーは、このことに関して否定してるんですよ。私そんな許可出してませんからっていうふうに言ってて、そうなると、じゃあこれ、ミリーの独断の行動だったのっていうふうになってくるわけなんですね。で、これもし本当に独断の行動だったのであれば、かなり問題なんですね。個人的には電話の内容としては10月30日のが問題なんですけれども、その電話をしたかしてないかの問題のところで言うと、1月8日の方がより、危険度が高いというか、もう要は軍部が、言うなら暴走してるっていう風に、極端な言い方かもしれませんから言えるわけなんですよね。なので、かなり危険な行動だったんじゃないのかなという風に思います。はい。じゃあ実際、どれぐらいまで、その国防総省とかがちゃんと把握していたのかっていうところが、その報道でいろいろ出てきてますので、ご紹介していきたいと思います。まず、マーク・エスパー前国防長官が実は裏ルートで中国側にメッセージを送っていたっていうことだそうなんですね。まあ、一応、裏ルートってこれ直訳したので、なんかすごく怪しく見えますが、まあ多分、もうちょっと、性格というか、言い方変えると、非公式でメッセージを送ってたみたいな感じなのかなというふうに思います。で、どんなメッセージを送ってたかって言ったら、アメリカの表の動き真に受けるな、攻撃の意思はない。っていうメッセージを送った後に、フォローアップとして、米軍現場トップとしてマーク・ミリーが電話をしていたという話らしいんですね。で、これに関しては正直し、現実味があるし、こうじゃなかったらさすがにまずい。もう10月30日の時点で、もうミリーが実はもう大暴走していたってことになりますから、僕は正直これが真実であってほしいと思ってます。はい。で、ここで出てる疑問としては、じゃあ、マーク・エスパーが取った行動、そしてこのマーク・ミリーの電話まで、すべての流れをホワイトハウス、トランプ大統領は認知していたのかどうかっていうところ、ここは正直よくわからないので、まあ、真相は闇の中なんですけれども、じゃあ、1月8日はって言ったら、ここがもう大問題なんですね。もうさっきも言いました、クリストファー・ミラー元国防長官代行は、このマーク・ミリーによる1月8日電話の許可要求を拒否したっていうふうに言ってんですよ。ってなると、統合参謀本部議長の大暴走だったよねっていうことになりかねないと、どっちが本当のことを言ってるのかわからないんですが、まあ、どちらにせよ怖い話ですよね。はい。で、ちなみになんですが、そもそもこの電話の話、さっきも僕ちょっと言いましたが、関係者の話によるとっていう風に作られた本なんて、眉唾物の情報ばっかりじゃないかっていう風に思われるかもしれませんが、もうすでにマーク・ミリーの、月々の報道官っていうのかな、が、2回の電話が事実ですっていうことを認める声明出しました。はい。なんでこれ、本当なんですよ。
で、彼らとしては、職務を遂行するために我々はこの行動をしていたんですっていうふうに言ってて、まあ、軍隊の職務って言ったら、まあ、国を守るためですよね。まあ、なんで戦争回避のために致し方ないことをしたんですっていうふうに言ってるんですが、言ってることわからんでもないんですが、とはいえ指揮系統を無視する行動っていうのは軍隊にとってご法度なんですよね。で、そのトップがやっちゃってるっていうのは、それはいかがなものかなというふうに思うところがあります。はい。で、あとはもう、これ皆さんも多分思ってると思いますけど、電話本当にこの2回だけなのっていう疑問ね。うん、情報源はワシントンポストの副編集長の著作から出てるってことなので、まあ、どんな本もそうだと思います。絶対情報の切り取りってするじゃないですか。で、多分、もっとあると思うんですよね、正直ね。はい、まあ、本当はどうなのかなっていうところ。マーク・ミリー自身も2015年だか16年ぐらいからね、人民解放軍のトップともかなり仲がよろしいございますから、その辺のことを考えると、まあ、そんだけじゃないでしょうっていうふうに思っちゃうところがあります。はい。まあ、これは真相闇の中なので、これ以上深掘りはしません。はい。で、FOX ニュースの新しい報道をまたご紹介していきたいと思うんですが、10月30日の電話会談をエスパー前国防長官を把握していた。まあ、先ほどご紹介した通りですよね。で、その電話会談の時っていうのは、そのマーク・ミリーと、あとは、中国側の何だっけ、李作成の対マンの話ではなくて、国防総省の関係者だと思うんですが、15人参加していたと。で、記録係もいたっていうことなので、おそらく公にはされていないけど、なんて言えばいいのかな、これ。公式な会談なんですかね、これは。非公式って言えばいいんですかね。ちょっとごめんなさい、言葉が選べないんですが、要はその政府認定の、まあ、国同士のやり取りだったっていうことだということなんですね。はい。で、一方で、1月8日の電話に関しては、FOX ニュースの報道によると、最初は、ミラー前国防長官代行は把握していたっていうふうに言ってるんですが、本人は、いや、そんなことしてねえからっていうふうに否定してるわけなんですね。許可を出したことはないということで、ここを対立してるので、まあ、僕としてはできればね、実は許可出してたっていうことにしてもらわないと、米軍のトップが本当に暴走してたっていう事実が明るみになってしまいますから、ちょっと怖いなって思うんですね。はい。まあ、どっちかはまだわかりませんが、とりあえず、どちらにしてもです。元国防長官、首席補佐官の方が、答えているものとしては、報道が事実であるのであれば、ミリー参謀本部議長の行動っていうのは、明らかな違法行為であり、即時職務停止独立委員会による調査をされるべき事案であるということで、その、電話をすること自体がまあ問題なんじゃないかとか、あとは、もし仮に、その国防長官の了承を得ずに勝手に電話してたとしてもそれは問題じゃないかとか、まあ、いろんな違法行為があるということなんですね。はい。で、今回タイトルにもしましたが、国家反逆罪に当たるのかどうかっていうところなんですが、僕正直当たらないと思うんですね。というのは、その、電話の内容としてはちょっと危険な話なんですけれども、ただそれってエスパー前国防長官が把握している内容だったっていうことなんですね。まあその前提に立ってますが、もし仮にね、この話が嘘で国防長官知らずにミリーが勝手にこの話してないと 100% 当たると思います。大問題だと思います。はい。ただ、国家反逆罪に当たるような話では、まあ一応10月30日も、1月8日もまあないんじゃないのかなっていうふうに思います。ただ違法行為ではあることは変わらないので、責任追及等々はされるべきだと思うんですが、先ほどバイデンが記者会見の中で、いや、私は彼に 100% の自信持ってるからみたいなこと言ってて、まあ、基本的に首にするつもりも一切ないというような感じらしいですね。はい。で、ただ一方で核兵器使用の許可絡みの話ですね。あれはちょっと怪しいなと僕は思います。はい。あれはもう完全に、その指揮系統を無視して、大統領を無視しろ、俺を信じろみたいなこと言ってますから、あれはなんだろう、言うなら国の乗っ取りに近い行為だと思いますから、まあ、極端な話を言うと、クーデターみたいな話なんですよね。優しいクーデターって言うんですかね。はい。まあ、なので、あの話は正直怪しいかなっていうふうに思うんですが、中国の電話自体に関しては、一応この、国防長官知ってたっていう前提に立つのであれば、まあ、問題、あった行為だけど、国家反逆罪には当たらないかなっていうのが僕の正直な見解です。はい。まあ、専門家にこれは聞くべきですね。はい。で、とはいえの全体の話をすると、その過去に今の先進国と言われる国々が学んだね、実力、武力を持つ組織の統制を文民がすべきであるっていうものが崩れてるなっていうふうに思いましたから、まあ、で、しかもそれが下手したら10月30日、昨年の段階でも始まっていたっていうことを考えると、世界のトップを走る米軍がこんなことだと。
いうのは本当に大丈夫なのかどうか、ちょっと世界が不安になってしまうような事件なんですよね。で、今ですね、米軍の中の、国防総省の中で、この電話会談の時に実はいましたっていう人が、宣誓供述のもと議会証言我々できますよっていう人が複数名出てるらしいんですね。まあ、なのでこれをあとは、下院議会なり上院議会なりが受け入れるかどうかによって、かなりでかい話になってくると思います。これまだまだ話、続報出てくると思いますから、これからも追い続けていきたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。最後はですね、僕また昨日ちょっと釣り具のね、糸をいろいろ巻いたりとかしてたんですが、そしたらね、君たちコピペしましたみたいな感じの状態で、近くに座ってたので一応写真を撮ってみました。もうまんま同じですよねこれちょっと笑っちゃいました。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。